エルピス第1話目タイトル冤罪とバラエティこれはまさに劇全体の背景であり到底冤罪を取り上げないであろう定族予定調和バラエティとの対比をしながら2つのものを並べてタイトルにしております。第2話タイトルは「女子アナと死刑囚」。これは主人公と 主人公が救済するターゲットそのものですがこれもやはり華やかな職業の典型でもある女子アナとニュースという共通点こそあれど全く正反対の立場に置かれた死刑囚でもあります続いて第3話目のタイトル「披露宴と墓参り」これは12話目と異なり岸本にのしかかるものを指しており 冠婚総裁というくくりの中で全く真逆でありながら両者とも岸本にとっては苦悩する十字架そのものでしたタイトルのまるとまるとは対比であり本来つながらないものがここではつながるものでもありますそして今回第4話のタイトルは視聴率と再審請求 フライデーボンボンはずっと低視聴率で10年続く番組2話冒頭の浅川のセリフを引用すれば落ち切ったまま浮上していないものです対して松本にとっての再審請求は岸本母の語る実体験を引用すれば棄却する返事が来るまで10年かかる面倒なものです つまりこの2つ「フライデーボンボンにとっての視聴率」とかけまして「松本死刑囚の再審請求と」と説くその心は長い間阻害され半ば諦めながら時間を過ごし2016年に落ち切ってさまよっていたが2018年になり「大山さくら」をきっかけに浮上する。 がおじさんたちのメンツとプライドにより下げられるものですエルピス希望あるいは災い4話後考察11月の日没その大山さくら通称チェリーが答申します浅川から棄却の件を聞いたであろうこの場面からわかるように 自宅ののベランダからの見投げと思われます松本が最高裁で死刑宣告されても諦めなかった人物チェリーが番組放送以前から請求していた最新が棄却されたと浅川から聞いて諦めたのだとすればよほど浅川から絶望的な説明をされたと思われますが自宅ベランダとはいえ 真相はまだ闇ですしかし浅川の言うとおり件数こそ少ないのですが棄却後の第二次再審請求から無罪を勝ち取ったケースは決して皆無というわけではなく現実にいくつも例はあります刑事訴訟法435条再審請求の理由第2号 現判決の証拠となった証言鑑定通訳または翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明された時という法律がありますつまり自白か目撃証言が虚偽だったと判明すればよいのですしかも今回の棄却はあくまで横浜地裁のもので東京高裁最高裁とまだ手段は残されており 浅川が言ううほど絶望的ななわけではないではいしょう現に参考文献の足利事件以外で取り上げられている東電 OL 事件においては2003年に最高裁で無期懲役を確定された人物が2年後に獄中から東京高裁へ再審請求しその7年後に無罪を確定させます。こちらも目撃証言を崩せば 突破口になりえるでしょう。決定だとされる西沢の証言、山から一人で出てきた程度では、やはり薄く、むしろ一緒に山に入っていった証言の方が納得に値します。初期段階のその証言は、井川さんを認識しているのに対し、西沢の証言は、450代の作業服の男です。 肝心なことですが、2話で浅川と岸本が実際の時間を八頭美山で確認したのは7月です。実際に事件が起きたのは11月です。神奈川県の三道出口、11月の6時35分です。まさに今、現在の時期でありますが、この時期の日没は4時半過ぎです。浅川は 7月の現場から妄想を働かせますが実際のこの時間のこの辺りはこんな暗さじゃないでしょうか十数メートル離れた場所で松本と面識のない西沢が腕時計も読めない暗闇で犬を散歩しながら身長と年代を言い当てる妙 岸本も唯一の目撃者である西沢といういかにも欲に目がくらみそうなどちんぴらから何かしら解決の糸口を手繰り寄せてくれることでしょう例えば西沢が犯した微罪を見逃す代わりに証言を捏造する取引を刑事が持ちかけたとかそして エナ二人の原動力でもあったチェリーにもカムバックしてほしいものです村井もかつては熱血感っぽく味方にはなりそうですがここのテレビ局は及び腰で卑怯な舐めた親父が多く見るからに狸親父っぽい局長も手のひらを返しそうですさらにその奥に斎藤図体の大門が見え隠れしておりますので そのあたりののり情報は同期の滝川から待ちましょう。予告映像を見る限りこの大門という人物は1954年神奈川県生まれ国会議員14期2004年から2007年までは第20代警察庁長官という現実ではありえない超チートキャラであります。 ダイモンが警察庁長官任期中の冤罪事件を「闇に葬ろう」というのはあらかた本線で間違いないでしょう。笹岡の情報から今回の事件と過去の連続事件との着衣の乱れがない体勢はまっすぐ整え腹部の上で手を組み右足の靴がないと多くには知られていない共通点を教えてもらいます。 右足ののの靴がないのは真犯人の収,集癖を疑います収集癖といえば携帯ショップでもないのにガラケーを集め陳列土着の宗教の品物が切奏なく並ぶのもある種の土着信仰の死者に対する儀式と連想を覚え被害者たちを 棺ぎに入れるように眠らせている理由も真犯人は身勝手に持ち合わせているように感じますどうたどり着きどう暴かれていくのかそして警察庁ぐるみでの隠蔽をどう崩すのか引き続き追ってみさせていただきましょう最初チェリーに脅された岸本が説得するまで思考停止し飲み込みながら生きてきた浅川 一旦目覚めやると決めれば岸本がビビるほどの村井の説教に食い下がるこれは今となれば村井が浅川に油を注いだようにも見えますチェリーの告白を聞いて伊川姉とも話しさらに燃える浅川 VTR をクラにされそうになる頃岸本は完全に折れていましたが首覚悟で ゲリラ放送に踏み切る浅川権力となんか戦えないはずだった岸本ですが今回村井によって覚醒この屋上での岸本はあたかも狼男が村井により満月を見せられたようにも見えましたがその後あんなに食い下がっていたのに棄却で再び思考を停止する浅川をすれ違っただけで 脳天から一刀両断するほどのイメージを与える宮本武蔵のように化けました岸本はチェリーの身投げによりギアが上がりそうですが対して村井という男は自身は思考停止中ですが今後も二人を焚きつける海藻ラスプーチンのようになるのでしょう次回第5話も楽しみに最後までご視聴くださり 誠にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。サイコカウンセラー、ボブでした。